中央合同庁舎第7号館は、東京都千代田区霞が関3丁目にある、日本の中央省庁の合同庁舎である。中央館が地区における7番目の中央、合同庁舎として、文部科学省旧庁舎並びに会計検査院、旧庁舎の建て替えにより建設された。中央合同庁舎第7号館旧文部省庁舎と、同東館。 霞ヶ関古問ゲートも参照それまで文部科学省は1933年建設の庁舎で業務を行っていたが、築後70年以上が経過し、経年劣化による老朽化に加え、業務量増大に伴い施設が手狭になり、日本郵政本社ビルに内部部局の一部を移して業務を行っている状況にあった。また、業務上文部科学省との緊密な連携を要する、 機関である国立教育政策研究所は中央管が地区から離れた目黒区下目黒にあり業務効率の低下を招いていた。加えて隣接地にあった会計検査院も書庫が手狭なため江東草賀の民間施設を借り上げていた状況でありこれらの集約も急務となっていた。こういった状況の解決のために建設されたのが本庁舎である。 本庁舎の建設にあたっては、国の環境庁舎整備において、PFI 手法を導入する、全駆的事例となった。具体的には、PFI 事業者により、中央合同庁舎第7号館、PFI 事業者による民間収益施設、市街地再開発事業により構築する民間施設を敷地内に一体的に整備し、庁舎の運営管理を委ねるというものである。 庁舎整備の事業主体は、館庁営善を担当する国土交通省が担当し、庁舎の維持管理運営代表として、文部科学省が加わっている。庁舎の建て替えの実施とともに、都市再生機構の霞ヶ関三丁目南地区第一所市が位置、再開発事業も並行して実施され、庁舎に隣接する周辺外区が一体的に整備された。この計画は、 霞ヶ関 R7 プロジェクトと命名され、官民共同で両事業が進められた。再開発地区名としては、霞ヶ関コモンゲートの故障が与えられ、西立の一部と商業施設専用棟であるアネックスは民間企業向けに開放されている。維持管理及び運営は、新日鉄エンジニアリングらの出資により設立された。 霞が関7号館 PFI が2021年度まで担うことになっている。また、霞が関コモンゲート内に隣接して設置された民間商業施設については、霞が関7号館 PFI が2034年度まで所有し運営することになっている。なお、民間取得床のある西館については、館長庁舎としては、中央合同庁舎第7号館西建てとして、 民間企業向けには、霞ヶ関コモンゲート西建てとして呼ばれている。この建物名の違いの経緯については、霞ヶ関地区整備、活用有識者懇談会の審議にて、国土交通省が民間の事業者の方々がブランドをつけて売りたいというので、民間の部分はそう呼んで結構です。ただ、館長の方は、7号館ということに切り分けをしたと説明している。 霞ヶ関古門ゲート周辺の航空写真。中央に、中央合同庁舎第7号館西てが見え、そこから右に同東館、同旧文部省庁舎が、順に並ぶ合同庁舎としては、二棟の超高層ビルである、東館、西てと文部科学省、文化庁庁舎からなる。エリア全体の概要については、霞ヶ関古門ゲートの項を参照のこと、官庁棟とも呼ばれ、 仮想会に文部科学省と国立教育政策研究所及び科学技術学術政策研究所が上層会に会計検査員が入居する。仮想会が金融庁が入居する官庁部分で上層会が財団法人霞さ三会、住友不動産及び PFI 事業者が賃貸する民間取得床であり官民旨とも呼ばれる。 従前から存在した旧文部省庁舎の一部を東館を囲むように保存したもので保存棟とも呼ばれる文化庁と文部科学省の一部の機関が入居する。ありがとうございます。